おろしゅうかぜです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かぜです。ただいま自分はポーランドのクラコフっていうところにいるんですけども、ただいまからアウシュビッツ強制収容所っていうところに行きたいと思います。皆さん、ホロコーストっていうドイツのナチスによって約600万人ものユダヤ人たちが迫害された事件、皆さん知ってるでしょうか。本日はですね、そちらに関係するアウシュビッツ強制収容所に行きたいと思います。そしてですね、実はアウシュビッツ強制収容所に関して動画はですね、実は僕出したことがあって、前編と後編で分かれて去年のヨーロッパ編で出したんですけど、なんで今回動画を撮ってるかというと、去年ね、出した時にこれ言ったらなんかいろいろ引っかかりそうだなって正直思ったんですよ。だから本当はどうしようか迷ったんですけど、実際にね、自分の目で見た時にこれは自分の広告とかどうのこうのよりも見せる方が大切やなと思って、自分の見たこと思ったこと全てを伝えたいと思ってね、作ったらですね、しっかりとつきませんでした。はい、ということでですね、今回なんでまたアウシュビッツに行くかというと、その時にただ広告を外されただけだったらいいんですけど、シンプルに年齢制限をかけられて18歳以下の方々がですね、見れない動画になってしまったんですよね。でもね、あれは本当いろんな人に見てもらいたい、アウシュビッツに関しては。だから今回アウシュビッツで18歳以下のね方々も見れるようなね内容に頑張ってして、皆さんに本当に俺がヤバいなと思ったアウシュビッツを皆さんに見せていきたいと思います。今回のね動画ではね、前に見せたアウシュビッツともちろんね被る部分のお話もあるけど、その分ね、俺はアウシュビッツに行ってからもっと興味を持って、生存者の人の本とかを読んでね、ちょっといろいろ感じるものとかがねあったんで、あの時は知らなかったこととか、それも踏まえて新しく、ちょっと皆さんに伝えられたらなと思って今日の動画撮ってるっていうのもあるんで、ぜひ今日の動画最後までご覧ください。ということで今から、アウシュビッツに向かいたいと思うんですけども、去年ですね、アウシュビッツ行く時に結構朝早く出なきゃいけないんですよ。でも去年はちょっとね寝坊しちゃったんだよね、そのせいでねちょっとあっちで時間なかったんだけど、今回はねそういう反省も踏まえてもう早く起きて6時ぐらいに出ようと思ったんですけど、ただいま9時でございます。はい、ということでですね、今からアウシュビッツ強制収容所に向かいたいと思います。ぜひ皆さん最後までご覧ください。誰か傘持ってない？はい、それではですね、アウシュビッツビルケナウ博物館に着きました。ここは一番有名な収容所だと思うんですけど、ここではね150万人の方々が迫害されたと言われています。でちなみになんですけど、ここはポーランドにあって、もしね行きたい人のために伝えるんですけど、ポーランドのクラコフっていうところにあるクラコフ中央駅からこの博物館行きのバスが出てて、その中央駅に行ってもらって、バスターミナルが1階と2階にあるんですけども、1階のね小さなチケット売り場で、アウシュビッツ行きたいって伝えてもらえればバス停を教えてくれます。ネットとかで調べるとバスの運転手からチケットを買うって言われるんですけど、今回はねなんかそのチケット売り場でバスのチケットを買うことができました。だからね、まあそれは臨機応変に対応してみてください。そしてバスで 1,2 時間揺られると、こちらに行きます。はい、こちらがアウシュビッツの、入り口ですね。そのすぐ横にある、チケット売り場に行ってもらったら、チケットを買うことができます。まあ、買うといってもアウシュビッツ入場料こちら無料です。こんなにね雪の中でもこんなに人が並ぶほど、やっぱ、まあ、いわゆるね儲けようと思えば儲けれると思うんだけど、それよりも皆さんに伝えたいっていう意思なのかどうかわからないですけども、この博物館は無料なので、それだけね伝えたいっていう思いがあるのかなって勝手に思うんで、僕はねこの YouTube でちょっと皆さんにホロコーストのことをこちらをね、伝えたいと思います。それではちょっと並んできます。はい、それでは、入ってきました。まあ、入ってくるとまず、みんなこちら多分ね教科書とか普通にね人生生きてたらね絶対見たことあると思う。有名なもん、働けば自由になると書かれている有名なもんです。この B が逆になってるんだけど、これはですねすごい有名な小説で、ここに連れてこられたユダヤ人がこれを作ったんだけど、反抗の意味で B を逆にしたとも言われています。そしてですね、その門を抜けた先がこういう景色。
今回この動画を皆さんに見せるにあたって今日ねちょっと一人みんなに覚えてほしい人がいて、エディという方です。この人はですね、このもう今俺が今まさにいるここアウシュビッツに送られて、はい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 Only for. Oh, okay, okay. Yeah, this is definitely you have to come here, right? Yes. When you yes. go to come here. Okay. Yeah, thank you. Have a nice day, bro. Thank nice you, YouTube. Bye bye. Bye bye. Oops. What's your name on YouTube? Oh, yeah. I can hold. Oh, thank you. Hey, my friends. please like and subscribe to the channel with you. Thank you. Yeah, this is mine. All right. Yep. Thank you. Thank you. Thank you, my cameraman.OK バイバイバイはい、ということでですね、そう覚えてもらいたいそのエディっていう人は、このホロコーストで実際今ここにいるアウシュビッツを奇跡的に生き延びた方で、でなんで覚えてほしいかって言ったら、今日はですねそのエディが出した体験談について語ってる本があって、それを僕ね読んできて、でここのアウシュビッツに行きました。だからちょっと彼のお話も踏まえて皆さんに伝えたいと思います。はい、そしてですねちょっと早速なんですけど、今ねアウシュビッツの中に入ってちょっと皆さんに今から見せるんだけど、その前にちょっと伝えたいことがあって、なんでユダヤ人がこういう迫害を受けることになったかっていうことなんですけど、いろんな説があるらしい。その中で俺が紹介するのは2つで、まず1つ、ユダヤ人っていうのはお金を持った人種と言われていて、このホロコーストが起こった時第一次世界大戦中だったよね。その戦争のせいでドイツ自体にお金がなくて、みんな貧乏な生活をしてたわけさ。その中でユダヤ人たちはお金を持っている人種だと、そういう面でいわゆる差別っていうのがもともと起こってて、でそういうのがもともとあったんやけど、そこからドイツのヒトラーのいわゆる情報操作というのかな、印象操作というのかな、そういう面でユダヤ人たちは迫害される理由の一つになったとも言われていて、でもう一つはこれは宗教にすごい関わる問題なんですけど、キリスト教っていう世界でもめちゃくちゃ広まってる宗教がみんなも知ってると思うんだけどあって、でそれでその神様が、まあ、いわゆる十字架の刑で殺されるんだけど、その神様を殺した張本人っていうのがユダヤ人だと言われています。でそういう面でねユダヤ人は、出来損ないの人種だっていうのを言われて、でそういう面からもホロコーストにつながってるきっかけの一つだとも言われています。そしてですね、アウシュビッツで行われたこと、すごい残虐なことが行われたっていうのは皆さん知ってると思うし、今から見せるんだけど、その僕がエディの本を読んでめちゃくちゃ印象的だったのは、もともとそういう面から差別っていうのがあって、これ授業でやるかはちょっとわからないんだけど、水晶の夜って呼ばれる事件が起きてですね、それはある時ユダヤ人の家とかユダヤ人が所有してるお店とかそういうものを全てぶち壊す、そしてユダヤ人にも危害を加える、そういう夜があって、エディ自身もいろんなことがあって家に戻ったらもうちょうどその夜と出くわしてしまって、家にねいきなり押し入ってきたナチスの10人ぐらいの男性に文字通り半殺しにされるほど暴行を加えられたそうです。なぜ水晶の夜って名前がついたかっていうと、そういうお店とかを全てぶち壊した際にガラスとかがねもう床一面に広がって、さらにお店とかが燃やされて、でその光がガラスに反射してまるで水晶かのような景色だったそうで、その由来からクリスタルナハトだったかな、水晶の夜と言われてるみたいです。はい、つまり何が伝えたいかって言ったら、このアウシュビッツだけが地獄だったのではなくて、当時はアウシュビッツに連れてこられる前からユダヤ人たちの迫害はもうすでに始まっていたっていうことを、これをねちょっと伝えたくて先に皆さんに伝えました。ということで、アウシュビッツ内で何が行われていたのか、これをね、アウシュビッツ今実際にいるんで、そこをプラス、エディの経験談も元にして伝えていきたいと思います。はい、そしてですね、建物内入ってきて、まずこちら、もうヨーロッパの各地からユダヤ人たちはこの列車に乗せられて、
そのアウシュビッツまで連れてこられたみたいです。でその際にいわゆる死の選別、死の選別というものがあって、ここで働けないとみなされた者は殺されてしまって、そして働けるとみなされた者はいわゆるここで労働する地獄になるみたいです。そして働けないとみなされた者はですね、そこからガス室送りになるんですけども、ガス室の模型がこちら、この左のところがガス室になってて、ここで亡くなった人は奥の焼却炉、こちらで灰にされるそうです。今あったガス室の煙突からは年がら年中人々のね遺体の灰が舞い上がってたそうです。そしてこちら、これがガス室に使われたガス管です。そしてガス室に関してなんですけど、エディっていう方もねここに連れてこられて死の選別を受けた一人でした。でエディは自分の年齢を偽ってお前は働けると、見なされたそうです。それで死の選別では生きる方というか、まあ、いわゆる地獄、生き地獄の方に選別されたらしいんですけども、その時エディといたお父さんは死の選別でガス室送りになる方に選別されたんですけど、エディはねお父さんと離れたくないがために自分はね一応生きる方に選別されたのにもかかわらずお父さんの方に向かったそうです。そしたらナチスの人に見つかって、お前は働けるだろうと、ということでそこでお父さんと別れ生きる方に選別されたそうです。その中で、アウシュビッツの生活をしている最中に自分のお父さんとかどこに行ったんだとナチスの人に聞いたら、ついてこいと言われ見せられた先が、さっき見せたね模型のガス室、そこの煙突の煙を指さされて、お前の両親はあそこに行ったんだと、言われたそうです。その時のもうねエディの気持ちは多分もう俺らにはね想像できないと思う。そしてガス室はですねここにあるんですけども、ちょっとガス室に関してはちょっと最後に向かおうかなと思います。はい、そしてですね今から入るのは列車でここまで連れてこられたんだけど、最初はみんな新生活を送れるということで列車に乗ってこのアウシュビッツにいわゆる騙されてきた方々ばっかだったんですよ。ユダヤ人からしたら新生活っていうのはいいことやったから、いろいろな持ち物を持って電車に乗り込もうとしたんだけど、荷物は後で返すからと言われ、みんな荷物を持たずに列車に乗り込んで結局こういうこの場所に連れてこられたわけなんですが、その持ってきた荷物などがこちらのね建物の中で、紹介されてるんでちょっと見ていきたいと思います。皆さんこれが何だか分かりますか？これはですね、これ全部メガネです。他にも写真なんだけど、女性の方の櫛とか、こういう洋服とかね。でこれが一番衝撃なんですけど、何だか分かりますか皆さん？こちらですね、義足でございます。さっきのね説明した通り、死の選別ではね働けないとみなされた者は全員ガス室送りになるって伝えたと思うんですけど、義足をしている方々はですね当然働けない判定になってしまいますから、あの義足つけてた人たちは全員、ガス室送りなり、そのまま亡くなった人たちということになります。先ほどね新生活を求めて騙されてここに連れてきた人たち、でもバッグは後で返すということで、それぞれねバッグに名前を書けと言われたんですけど、それがこちら。これの中にね皆さん新生活希望を持ってここに来たんですけども、彼らの荷物が、彼らに戻ることはなかったっていうことですね。
はい、何も知らずにこちらに送られてきた人っていう説明をしたと思うんですけど、このホロコースト、やっぱユダヤ人の中でももちろん噂っていうものは広まるもので、中にはねもうこういう噂を耳にして、もう恐怖に怯えながら電車に乗って、恐怖に怯えながら死の選別を行った人もたくさんいたみたいです。ここにね連れてこられたユダヤ人たちは、みんなね体に番号を彫られます。こちら、そして今回ね、みんなにこの動画を伝えてる中で、エディという生き残った方の体にもこのタトゥーはまだ入ってます。エディは言ってました。中にはこのアウシュビッツは起こっていないという人がいるらしくて、エディが言ったのは、じゃあこのタトゥーは誰が彫ったんだ、亡くなった600万人の方々はどこに行ったんだと、エディはねそういうことを言ってました。そしてですね、彼はねここで働かされても生活もしてるわけですよ。生活も命の危険と隣り合わせて、中にはこれをどうにかしようと反逆というのかな、企む人もたくさんいたんですけども、このユダヤ人の中にドイツの手下というか、食べ物とかもすごい苦しい生活をして中で、食べ物とかをね与えるから、何か悪巧みをしてるとか何か良くないことをしてるユダヤ人がいたら、ナチスにチクる、そういう裏切り者、カポと呼ばれるのかな、ちょっと分かんないけど、そういう裏切りのユダヤ人もたくさんいたみたいです。はい、そしてですね、今言った通り反逆反抗とかそういうのは起こる前に裏切り者のせいでできなかったんですけど、中にはねこの地獄から逃げ出したいと逃亡を図る人もいたんですが、逃亡を図るとどうなるかというと、逃げることに成功したとて自分の家族は自分が逃げたという理由で殺されてしまうそうです。そしてさらにね、逃げるのに失敗してこのアウシュビッツに戻ってきた人たち、それがね、どうなるかというと、まずこの部屋に来て、これ書いてあるのは男性用の部屋なんですけど、ここで全部服とか全て脱がされて、死の壁というところに連れて行かれます。で、死の壁っていうのはもうすぐここの隣にある壁で、今ね見せた部屋がそこなんですけど、この出た隣のこちら、こちらが死の壁と言われているデスウォールっていうところです。人々はねここに立って至近距離からね、銃で撃たれてしまうんですけど、これなんでやったかというと、他の囚人への見せしめのためにやったと言われています。多分その場で射殺される人もいたけど、ナチスはね見せしめというものをよくやっていて、また新たに起きないようにどん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 恐怖っていうものを与えていったのが、ナチスのやり方だったみたいです。はい、そしてですね、ここでの生活はですね、僕らにはもう想像もできないような生活というか、もう地獄だったようで、ユダヤ人の中で金網に行こうっていう言葉があったらしくて、それがこちらです。これはね、いわゆるね脱走を防ぐための金網なんですけど、金網に行って、どうするかというとですね、こちらの金網には当時強い電流が流れていて、多分ストップみたいな書いてあるんですけど、ユダヤ人の多くが自らこの金網に突っ込んで感電死する道を選んだ人っていうのはたくさんいるそうです。その中で感電死する人の叫びなど、そういうのはね当時そこを経験した人にしかわからないだろうっていうのを生存者がおっしゃっていました。ということで、最後にちょっとガス室、こちらを皆さんに見せたいと思います。このアウシュビッツぜひ来てもらいたいんですけど、結構ね YouTube には載せられないほどの生々しい写真とかがあるんで、来る方はねいわゆる気分悪くなる人もいると思うから覚悟して来てください。でもまあ忘れちゃいけないのは、写真ですら気分悪くなるようなことがここではね
行われていたということを忘れずにね、ぜひここに来てもらえたらなとか、この YouTube 見てもらえたらなと思います。それではガス室行きますか。こちらがガス室です。ここに選別された人たちはこのガス室に行って、何万人もの人がこのガス室で亡くなったそうです。先ほど見せたガス管もここで使われたものです。入ってきました。こちらがガス室です。今日ね、紹介しているエディのお父さんもこのガス室で亡くなりました。そしてここはシャワー室と呼ばれて、ここに連れてこられた人がいて、ユダヤの方々はシャワーを浴びれると思って、こちらに連れてこられた人がたくさんいたみたいで、今はもうないんですけど、当時はダミーのシャワーのあれもついてたみたいで、ただしそれはもうただのインテリアで、ちょっと暗くて申し訳ないんだけど、ここにね穴があって、今も塞がれてるんだけど、こちらからね、先ほど見せたガスの管っていうのが投入されて、たくさんの方が亡くなりました。ちなみに前回の動画でコメント欄で、当時の人の爪の跡があるらしいですよって教えてもらったんですよ。で、当時自分そういうの全然知らなくて、でも今ここに戻ってきて、多分これだと思います。わかる？この縦にバーって、このね上の方までバーって、多分これが実際のみんながもう苦しくて爪で引っかいた跡だろうね。いろんなところにあります。そしてここでね、亡くなった人々はガス室のすぐ隣の部屋、今来たんですけど、こちら、こちらの焼却炉なんですけど、こちらですぐに焼かれて灰になります。そしてね、このガス室の煙突、こちらから先ほども言った通り、一年中ね人間の灰が待ってたそうです。そしてさっきも言ったけど、エディのお父さんもそのうちの一人になってしまったそうです。はい、そしてここでね、ちょっとねエディの本のお話なんですけど、エディがねある時怪我をして、この中にある医者のところに行ったらしいんですよ。そしたらその医者はちょっといい人で、エディにこういうことを伝えてくれて、ユダヤ人の人はここで働いて戻ってきて、でまた次の日働きに行って、で戻ってくる、そういう生活をしてたみたいなんですけど、医者がエディに言ったのは、やることが終わったらもう動くなと言われたらしいです。どういうことかというと、当時は食べ物もね、本当に最低限のうちの最低限しか食べれなかったらしいのよ。だからみんな仕事から帰ってきたら、もう食べ物を探したりだとか、もうこれを生活で生き延びるために便利なものとかいうのを探して歩き回ってたらしいよ。ただ医者が言ってたのは、1カロリー1エネルギーでも無駄にするなと、そう医者はエディに伝えたそうです。そっからエディは食べ物をね探すこともやめて、もう帰ってきたらじーっとして1エネルギーでも消費するのを抑える、そういう生活をエディはしてたみたいです。だからね、もう意味わかるでしょ、もう歩くことさえ命の危機になる、そういう生活だったみたいです。はい、お疲れ様です。今回は、前にねアウシュビッツの動画上げさせてもらったんですけど、それがね18歳以下が見れなくなってしまったということで、ちょっとまた撮りに来ました。でね、このポーランドにあるアウシュビッツは2つあって、こっからね無料のシャトルバスでもう1個の方行けるんですけども、そちらの方はねその時の後編がそちらで話されていて、ユダヤ人の方のどういう生活をしていたのかっていうのがね動画で映っているので、それはねぜひ概要欄から飛んでみてもらえたらいいかなと思います。ということでですね、今回、これようなね悲惨な出来事があって、それを動画にして皆さんに伝えてるんですけど、今日ね動画でよく名前が出たエディっていう方、こちらアウシュビッツの生存者の一人なんですけども、僕が読んだね彼の本が、こちらなんですけども、この本はね本当にやばいです。
です。もう一言で、この人は何度奇跡を起こすのかっていうほど、この本ではね、その人の体験談が書かれていて、この本のタイトルは世界一幸せな私みたいな、そういうタイトルになってるんですけど、ぜひねこの本、アウシュビッツのことを詳しく知りたい人は読んでみてください。はい、ということですね、こういう風にね、カズエライフは海外に行って、海外のめちゃくちゃ楽しい面とか、めちゃくちゃね遊びながらね、皆さんに動画を届けてるんですけど、こういう風にね、自分が興味持ったこういう歴史とか、こういう悲惨な出来事、こういう海外系 YouTuber として伝えなくてはいけないことを、こういう風に動画にして皆さんにね伝えているので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで今日の動画はこの辺になります。ぜひねこの動画からなんかアウシュビッツに対してね興味を持ったとか、なんか知りたいなって思う人は、ぜひね僕が読んだエディの本、こちらを手に取って見てみてほしいです。ということで今日の動画はこの辺になります。それでは皆さん、次の動画で See ya!